ブルーエイビア、魂のレスキュー、囚われの身の魂、何に囚われているのか、己が発生したグループの因縁、それを持って生まれてくることで、そのグループの浄化を図っている、勇敢な魂たち。しかし、生まれた途端にその目的を忘れる。それを解き明かしていくのが、人生の一つの目標でもある。その中で経験していくこと、それが魂を成長させる。経験こそが魂の浄化を推し進めていく。その中で悲しみや苦しみ、孤独、あらゆる感情を経験するだろう。玉石が荒波に揉まれ、だんだんと磨かれていくように、魂がいずれ光り輝いていく。あなたの魂の特徴、美しさというものが際立って輝いていく。それが人生の奇跡である。美しいものは力を持ち、周りに影響を与えていく。そのことを思い出してほしい。今どんなにあなたが辛い状況であったとしても、必ずや光は当たるから。心と体をゆっくり休め、しばし休憩の時間をとってから、また歩みを始めていこう。あなたにはその力があるのだから。あなたが存在している、今、生きているということ。一人では決して存在できない。つまりは、あなたの魂は守られている。あなたは勇敢な魂。グループの課題を背負って生まれてきたのだから。グループの魂、すべてがあなたを応援している。あなたを後押ししている。あなたをいつでも見守っている。そのことを決して忘れないでほしい。現実社会の中でどんなに孤独を感じていたとしても、あなたは決して一人ではない。一人では人間は決して存在できないのだということを信じてほしい。あなたは守られている。だからこそそこに存在できるのだ。その愛を感じてほしい。生命が生きているということ、すなわちそれが愛が存在しているということなのだ。大きな愛で守られているということ、必ずあなたを守って、愛を持って、愛の視線であなたをいつも見守っている存在があるということを決して忘れないでいてほしい。あなたがたとえ今どんな状況であったとしても、あなたというたった一人の個性を世界は求めているのだ。あなたは貴重な一つの存在である。この世に同じ宝石は一つも存在しないように、あなたは一つの大事な、貴重な奇跡なのだ。この地球が愛をもって生み出した奇跡なのだということを、それを決して忘れないでほしい。だからこそ人生は素晴らしい。どんな経験を、どんな感情を持ったとしても、それはあなたを光り輝かせる材料の一つなのだ。ただそれだけのこと。永遠に続く苦しみはないということを知っていてほしい。私もあなたを見守る存在の一つ。愛を込めて。ブルーエイビアンのエイシャー。五次元以下の存在を見守り、導く役割を担っている。宇宙連合に加盟している光の存在。我々は青い体をしている。青く輝く鱗を持っている。水垣のある手、ヒレを持っている。我々は人間の心のヒーリングをする役割。心と体の調和を図る。調整することを得意としている。あなたが不調や孤独を感じたとき、我々を呼んでほしい。あなたのそばに行って、我々の力を発揮し、あなたは愛と調和を感じることができるでしょう。いつでも呼んでください。ブルーエイビアンと呼びかけてください。ありがとう。またお会いしましょう。
Thank you.